アメリカ合衆国のオハイオ州のオブルグンにある村。2000年国勢調査時の人口は296人。国勢調査局の調査では総面積1.0平方キロで、全域より口が占める。2000年の国勢調査時点でこの村には296人、103世帯、77家族が暮らしていた。人口密度は1平方キロあたり308.9人で、 平方マイルに換算すると799.3人となる。住居数は116件で1平方キロあたりに121.0件立っていることになる。住民は全員白人。103世帯のうち45.6%は18歳未満の子供と暮らしており、60.2%は夫婦で生活している。9.7%は未婚の女性が 世帯主であり、24.3%は、家族以外の住人と同居している。20.4%が、一人見世帯で、14.6%を、独居老人が占める。一世帯あたりの平均厚生人数は2.87人、家庭の厚生人数は3.38人である。住民のうち35.8%が18歳未満の、未成年。 8.1%が18歳以上24歳以下、24.7%が25歳以上44歳以下、19.6%が45歳以上64歳以下、11.8%が65歳以上となっており、平均年齢は28歳である。女性100人に対し男性が89.7人いる。一方、 18歳以上の女性100人ごとに対しては81.0人いる。1世帯あたりの平均収入は28,750ベードルで、家族ごとでは29,844ベードルである。男性の平均収入は29,375ベードル。女性の平均収入は16,250ベードルで、労働者でない人々も含めた。 住民一人あたりの収入は15,132米ドルとなる。総人口の19.8%、家族の16.7%、18歳未満の子供の17.5%、及び65歳以上の老人の24.4%は、貧困戦以下の収入で生計を立てている。およそ20人からなる消防団があり、軍の東部を管轄している。 ありがとうございます。